日は朝ラジオに出演して、ちょっと時間が厳しい感じなので、久しぶりにコンビニのご飯にしました。サンドイッチとバスチー復活ヨーグルト、お酢入りウォーター、アイスコーヒーいただきたいと思います。今日も買い出しがてらちょっと長めに散歩しようと思ってます。すごいもう天気が良すぎて、アジサイこれ大丈夫かな。でも綺麗ですね。綺麗だけどもうちょっと雨が欲しがってるかしら。iPhone 11 Pro でお散歩行ってみようと思います。昨日ブラックマジックが届いたので、ブラックマジックのデータと iPhone で撮ったデータと混ぜていい感じに編集するテストになるのかなと思ってます。いやー、マスクでこの暑さはきついですね。でもなんか湿度が全然高くない、カラッとしてるんで気持ちいいですね。あの船の先っちょの組み合わせがなんかカブトムシみたいに見えるんですよね。カブトムシの角が生えた船。今日手持ちのマスクがもう青ぐらいしかなくって、ちょうどイクさんのお嬢さんデザインの T シャツとお揃いみたいで、どうでしょう、マスク T シャツ色揃えコーディネートです。日傘を差すとあれですね、景色が映らないからちょっと動画的には微妙でしょうか。意識が映したいですね。やっぱり日傘差しながら片手で iPhone で自撮りでしかも歩くというのはハードルが高いので、また小話しないんですけど、信号が赤の時だけ撮っていくスタイルにしてみようと思います。もともと壁があったと思うんですが取り払われて工事が進んでる感じですね。このなんだっけ、有明ガーデンの道路挟んで、パス斜め前のエリア、何ができるんだろう。有明ガーデン6月17日にグランドウォーズみたいですね。あーでもより順次オープンだから明日からまたちょっとちらほら空いてるお店が増えるのかもしれませんね。ですね、色が濃いとパッとしますね。綺麗、最近綺麗な景色とか、あと昆虫とか見るとあつ森の世界のような錯覚に陥るんですけど、あつ森のしすぎでしょうか。アジサイでもアジサイ植えられますもんね。無事サーモンとスワイズミヨーグルトを買ってきました。お気に入りのサーモンの塩昆布漬け丼、2人で 250g たっぷり分け合って食べます。楽しみ、いただきます。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャイヤです。最近すごくポイントを貯めることについて質問を受けることが多いんですが、その一方でポイントを
活動というか、まあ、ポイントを貯めるということがめんどくさいなって話す方の多くは、お財布からこう毎回カードを出すということが非常にめんどくさいとおっしゃる方が多いです。なので今日はポイントをこういかに楽に貯められるかという方法について考えてみようと思うんですけれども、まず一つ目はまあシンプルな方法として、まあ、カードを出すというアクションではなくてアプリに取り込んでしまいましょうという話ですね。知人がですね、もうこうアプリになってないポイントは貯めるのやめたっていうふうに話してたんですけれども、私もまあこう何ヶ月か前にそれを聞いて、あ、なるほどなと思って、もうここしばらくそのカードを出すというのは、あ、しばらくというかもう何年ぐらい、年かもしれないですね、出してないですね。カードを出すというアクションでポイントを貯めるということを、まあ、習慣としてはやめました。で、昔からあるまあ4大共通ポイントと呼ばれる T ポイント、 D ポイント、楽天ポイント、ポンタポイント、この4大共通ポイントカードすべてアプリになっていますし、お店で、これは過去にご紹介したことがあるアプリですけれども、お店でバーコードをつけた形で紙とかプラスチックでポイントカードを発行してくれる場合にはですね、このバーコードの部分の画像をストックしてアプリに一緒にまとめて入れておくというストカードというアプリがありまして、まあ、こう2回目3回目来るかどうかわからないお店などは特にもうバーコードの部分を読み込んでストカードで、もし次チャンスがあれば貯めようかなというぐらいで保管をしておいて、まあ、基本的にはもうスマホの中に入れられないポイントカードとかポイントというのはもう貯めないという方針に決めています。すごく楽になりました。で、あと、2つ目はですね、アカウント連携で貯めていくという方法ですね。例えば、まあ、ロハコとか、出前館とかは T ポイントが貯まりますが、アカウントに T ポイントの ID を紐付けておくとか、あとそのホットペッパーリクルート系のサービスでホットペッパービューティーとかで予約をするとポンタポイント貯まりますけれども、これもそのポンタの ID とリクルートの ID を紐付けておくことで、予約をして、まあ、お店に行ったら勝手にポイントが貯まるということなので、まあ、毎回毎回何かこうアクションを起こしてポイントを貯めるという形ではなくなります。で、ちょっと実店舗の話にもう一度戻ると、iPhone を使って Apple Pay を結構使われているという方が、ローソンでポンタや D ポイントを貯める場合というのは、ポンタや D ポイントを非接触の、iPhone のウォレットの中に入れておいて、で、ローソンの店舗では、Apple Pay で支払いますというふうに話をすると、支払うカードを選んでかざすとですね、ポンタか D ポイントかっていうのを選ぶメニューが出てきます。で、それをこう選べば、もうあとは支払うだけなんですけれども、自動的にポイントも貯まるということで、このアクションもまあ比較的試しやすいというか、そんなに面倒くさくないんじゃないかなというふうに思っています。というわけで、ポイントカードを提示して貯めるというのはちょっと面倒くさいなと思っている方は、アプリで貯めたり、アカウント連携で貯めたり、非接触で貯められるものも最近出てきたというお話をまとめてみました。以上、FP 小話でした。こちらのチャンネル、フローチ Vlog では、日常の記録、Vlog の中にお金に関する情報を織り込んでいくというコンセプトで動画を更新しています。毎日19時に更新しておりまして、毎日見ていただくことで、なんだか最近お金に詳しくなった気がすると感じていただくことを目標にしています。動画の概要欄には、その動画に関連する URL などのテキスト情報をできるだけ丁寧に書くように心がけておりますので、気になるテーマが出てきましたら、動画の概要欄もご覧いただけるとお役に立てるかもしれません。このチャンネルの動画を面白いと思っていただけましたら、いいね評価やチャンネル登録いただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。